アヒルのサノウサは、鳥類、爬虫類、ミミズ、魚類などに見られる、消化器官である。分厚い筋肉からなる袋状あるいは、感情の器官で食べたものをすりつぶす機能を持つ。小石などを利用して、消化の助けとする種もある。昆虫や軟体動物では、サノの中に、キチン質の小板や歯のような構造を持つものもある。英語での名称ギザードは、 中世の英語のガイザーに由来する。この語は古フランス語が元だが、その元は、ラテン語で内臓を意味するギゲリアである。そのラテン語と同じくインオをソ語から派生したペルシャ語のギガルがギゲリアの元ではないかと考えられている。日本語でのサノオあるいは砂木も、砂釣りという俗称は、課金類を調理する際にサノオにされ木が見られることに由来する。鳩の消化器官 蜂が左脳。両足の間の十二指腸の右側に見える。蝶類は、ついばんだ食べ物をまず必要に応じて、その脳に飲み込む。食べたものはそれから、消化液を分泌する善意に送られる。それに続いて左脳に送られる。左脳では、あらかじめ飲み込まれていた砂液によって食べたものを、咀嚼して胃に送る。動物の中で葉を持たない種では、小石や砂を飲み込んでおいて、 消化の助けとするものがある。蝶類はそのために砂脳を持つが、すべての蝶類が、砂歴などを飲み込んでいるわけではない。砂歴などを飲み込む種では、以下のようにして、咀嚼を行う。蝶類は砂歴を飲み込んで、砂脳中でそれらを葉の代わりとして、植物の種などの食べたものを砕き、消化の助けとする。砂脳に飲み込まれている砂歴は、遺跡と呼ばれ、多くの場合角の取れた。 滑らかな形状をしており、咀嚼と合わせて胃の中を洗浄する機能も果たしている。しかしあまりに滑らかだと咀嚼に適さないため、その場合には吐き戻しにより排出される。鳥類はすべて砂脳を持つ。七面鳥、鶏、アヒル、さらにはエミューの砂脳は料理に多く用いられる。世界各地の川口域で見られるボラ科の魚類や、 アメリカやメキシコの淡水湖や清流に住むアロサにはサノウがある。アイルランドの淡水湖やスコットランドのファーマナ県のメルビィン湖のギラルーのサノウは主な餌である巻ガ貝の殻を砕くことができる。ワニメはアリゲーターもクロコダイルカもサノウを持っている。恐竜、編集恐竜も多くの種でサノウを持っていたと考えられており、以下の恐竜の化石で遺跡が見つかっている。 クラオサウルスにもサ能があったと考えられていたが、現在ではそれは、A クラオサウルスではなく、エドモントサウルスであった、B 川の流れで丸くなった石であった、のどちらかではないかと考えられている。無脊椎動物では、多くの種がサ能を持っており、消化の役割を果たしている。人の生活において、課金のサ能は、世界各地で食用として用いられている。鶏のサノを焼いたものは、 ハイチ及び東南アジア全域で露店や屋台で供されている。インドネシアでは課金のフライのコース料理の一部としてサノウと肝臓が提供される。ポルトガルではサノウの煮込みが、米国中西部では七面鳥のサノウの漬物が軽食としてある。ハンガリーではパプリカと共に煮られる。ナイジェリアではサノウを煮る、あるいは焼いてシチューや揚げた。 プランテーンと共に食される。米国南部では揚げたサノウに辛いソースあるいは蜂蜜とマスタードをかけ、あるいはエビ類とエビソースに合わせた料理があり、ニューオーリンズではガンボと呼ばれている。シカゴではバターで焼いて揚げたものがある。ヨーロッパではサノウとマッシュポテトを組み合わせた料理が多く見られる。フランスのドレドーニュ地方ではペリゴールサラダにクルミ、クルトン、 レタスと共にサノが用いられる。米国ミシガン州ポッタービルの商工会議所では2000年から毎年6月に砂肝祭りを開催しており、週末のイベントとしてサノの早食いコンテストが行われていたが2017年にイベントがキャンセルされ以降開かれていない。パキスタンではサノは一般にサングダナと呼ばれているが、 この語はペルシャ語のサングとダナに由来している。パキスタンでは焼いてから煮たサノウをカレーにした料理がある。イディッシュ語では、サノウは、パイピックラッチと書かれる。ユダヤ教において、カーシェールナシュの鳥のサノウは、内面が緑あるいは黄色がかっている。この内膜をそのままにして調理すると非常に苦くなる、ため、調理の前に取り除く。ヨーロッパ東部のユダヤ教の伝統的な料理では、 鶏のサノウ、首、足は混ぜて調理することがあるが、カーシェール的な制約から、肝臓は煮なければならないため、肝臓を他と混ぜて調理することはない。カーシェールな肉を売る店では、チキンスープ用としてサノウ、首、足を、鶏胴の中に入れたものが見られる。ネパールのゴルカ地方では、サノウは、肝臓やトマト、ニンニク、チリと共に揚げた。 カーチマーチと呼ばれる副菜があり、飲酒時にも供される。インドのパンジャブ地方では、大根、チリ、ニンニクと似たジブジャブという飲料がある。ウガンダやカメルーン、ナイジェリアでは、調理された鶏の砂能は、その食事の際の最も年長、あるいは最も人徳のある男性に与える習慣がある。西洋料理において、ジブレッツには、鳥類の心臓、肝臓、 左脳などが含まれているが、これはそのまま、あるいはスープにして供される。また保存食でもある。台湾では、キアーンと称し、左脳は、時間をかけて調理され、スライスして玉ねぎあるいは醤油と共に食される。中国本土では、ゲンと称し、鶏のほかアヒルの左脳が、足、首、心臓、舌、頭部などアヒルの他の部位と共にタレで煮込んだ料理。 ロカモとして食べられている。真空パックにした商品もあり、軽食として家庭や旅行中にもよく食べられている。四川省と湖北省が佐能料理の産地として知られている。また、湖北省の武漢市には久々という辛い佐能の料理を売りにした料理チェーン店がある。中国の北部では北京ダック店の料理の一つとして佐能がある。 日本ではズリあるいは砂肝と呼び、主に焼き鳥料理の素材の一つにされる。また九州では唐揚げにされる。英語のギザードという語は、俗語的に蝶、あるいは雑物一般の意味で用いられることもある。日本語の左脳にはそういった根用はないが、左脳の俗称としての砂肝には肝の字が含まれるため、時折語用が見られる。ありがとうございます。